TCR ジャパンシリーズ第3戦 in 岡山国際サーキット。 TCR Japan Series, this is a round 3 at here at Okayama International Circuit. さあ、皆さん大変長らくお待たせいたしました。これからのお時間は、TCR ジャパンシリーズ今シーズンの早くも第3戦、こちらの岡山国際サーキットで開催されます。本日はサタデーシリーズの、開催となります。まもなく、今回は9台によるバトルがサタデーシリーズ、まもなく決勝が開始となります。さあ、このレースはですね、去年から引き続き全世界への生中継ということで、時々英語でもアナウンスをさせていただきたいと思います。さあ、それでは早速ですが、今回の放送席をご紹介させていただきます。今回も、こちらの TCR ジャパンシリーズの決勝 MC を務めます水村レアと、そしてゲスト解説にはなんと現役レーシングドライバーの今回は小山美希さんにお越しいただいてます。小山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あちらでね、今回グルービューでもサーキット内でかな、はい、見ることができるグルービューでも映像が映し出されています。今回は、前回は三浦選手という女性ドライバーだったんですが、はい、今回も私の大好きな女性ドライバーの一人でもあります小山美希さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、小山さんにはちょっといろいろお話を聞いていきたいんですが、そろそろ、決勝スタートとなりますので、まずグリッドのご紹介をさせていただきたいと思います。さあ、 TCR ジャパンシリーズ第3戦サタデーシリーズグリッドをご紹介させていただきます。まずこの第3戦サタデーシリーズポールポジションからスタートは、今朝の予選でも激しいバトルを見せてくれました25号車松本武史選手、マシンはフォルクスワーゲンでの参戦になります。2番グリッドからスタートは21号車篠原拓郎選手、この2人ね、朝の予選でもすごい激しいもうタイム接戦を見せてくれてあれ、もうこれ決勝かなみたいな感じで、そうですね、接戦でしたね。接戦でしたね。さあ、そして、3番手からスタートはブロンズクラスのトップからのスタートになります。34号車下野理央選手、そして4番グリッドからスタートは62号車塩谷烈修選手だったんですが、あれ、いない、いない、いらっしゃらない。なんとですね、ここで情報が、塩谷烈修選手エンジンの故障でリタイア。このグリッド直下のまさかの、ちょっと何があったかね、また後ほど、そうですね、はい、取材かなんかをしていきたいかなと思いますが、続いて、はい、5番グリッドをご紹介させていただきます。5番グリッドからスタートは19号車のヒロボン選手、今回はマシンを変えてクプラからの、出場になります。そして6番グリッドは73号車アルファロメオで参戦の大倉選手、今シーズンのこの TCR ジャパンシリーズルーキーですが、すでに速さを見せている選手です、うん、はい、そして続いて7番手グリッドからスタートは同じくアルファロメオで参戦の梅本純一選手、続いて、8番手グリッドからスタートは55号車梅本選手の、チームメイトにもなりますアルファロメオで参戦の元 T の選手、そして9番グリッドからスタートはこちらの選手も、本当にルーキーです。この間、うん、ライセンスを取ったばかりという驚異の新人ルーキー鈴木選手、17号車アウディでの参戦となります。さあ、スタート前1分前のボードが提示されました。なんかすごく衝撃的なグリッド紹介だったんですけれどあ、本当ですね、さっきまで私、うん、塩谷選手と話をしていたんですよ、うん、1時間前ぐらいまで予選もいい走りしてたんですけどね。そうなんですよ、あれ、なんかあったんですかね、ちょっと気になるところなんですけれども、まあ、サタデーシリーズなので、まあ、明日もね、サンデーシリーズとしてレースはあるので、それまでに治ってサンデーシリーズ走ってくれればいいかなとは思うんですけれど、さあ、もう間もなくですね、フォーメーションラップスタートとなりそうです。小山さんは TCR ジャパンシリーズ実は前回見ていただいてたんですよね。そうなんです、ちょっとひょっこりひょっこり、はい、モテギを見学してました。その時がもしかして初めて見た TCR ジャパンシリーズ。そうですね、はい、どんな印象を受けましたか。
そうですね、やっぱり自分が、乗ったことがないので、はいはいはい、あんまり外から見ただけだと正直細かくは分からないんですけれども、トップワンツーが激しいバトルをしていてですね、すごい面白かったですよね、モテギのレースもね、はい、本当にそうなんです、すごいバトルを見られたモテギ戦でもあったんですけれど、小山選手、まあ、小山さんというと、はい、私の中でやっぱりフォーミュラカーのイメージが強いんですが、はい、でも箱車も乗られてるんですよね。そうなんです、S 対スーパー耐久だったり、はい、スーパーカーレースだったり、うん、関谷さんがやられている IPS、はい、FF だとフィット、うんうんはいはい、タイで乗らせてもらったり、うん、N1 にもタイ、はい、国際派だなN1 ね、そうですよね、はい、そうですよ、はい、最初の出会いは N1 でしたからね、はい、そうですね、はい、そんな TCR ジャパンシリーズなんですけれど、これクラス分けをされてるのはご存知ですか、はい、ブロンズクラスとオーバーオール、はい、そうなんです、今回はまあ9台、全部で9台の参戦なので、まあ、オーバーオールとしては本当に9台になるんですが、その中でもうち7台はブロンズクラスというクラスに分けられています、はい、まあその規定でね、 TCR ジャパンシリーズの規定で選手によってこのブロンズクラスってなる方とならない方といらっしゃるんですが、まあ、今回のグリッドでいうとポールポジション、そしてセカンドグリッドの、まあ、松本選手、篠原選手はオーバーオールだけのクラスの選手となって、はい、3番手 この下野理央選手がなんと茂木でもすごく、ね、速さを見せた選手なんですが、ブロンズクラスのトップと、女性です。そうですね、負けてたまるかというかね、言わんがとごとくのいや、きっとでも負けてたまるかと思ってるのは女性が一番思ってるんじゃないですか、もしかしたら負けず嫌い多いですよね。そうなんですかねあれちょっと私の中で多分ね、知ってる女性ドライバーの中で、まあ、みんな、ま、もちろんねドライバーさんなんで負けず嫌いなんですけど、はい、多分一番ぐらいに多分負けず嫌いな気がする。いや全然自分ではそんなこと思ってないんですけどまあそんな下野選手が今回の予選も速さを見せた、はい、サタデーシリーズの予選なんですが、サンデーシリーズちょっと予選失敗しちゃったんです、うまくいかなかったんですとおっしゃってはいたんですが、今回もなんかねちょっと速さを見せてくれそうな注目選手になってますね。さあいよいよですね、全車がグリッド戻ってきましたね。なんかねさっき外を歩いてたらちょっとだけポツポツ雨が来てたんですよ。あれそう絶対降りそうで降らないとか思ってたんですけど、これちょっとまあ降らなさそうではあるんですけど、ちょっと心配なところではありますね。さあというわけでトップの松本選手が戻ってきて、全車が間もなくグリッドに着きそうです、この TCR ジャパンシリーズレースフォーマットとしては20 minutes、 yes and warm up、 もうかっこいいですね20分と1周のレースとなっております。さあ間もなく、スタートを切るところとなります。さあ岡山国際サーキットでの第3戦サタデーシリーズ、トップで戻ってくるのは誰か。ワークアウトレーススタートです。さあ篠原選手がいいスタートを見せた。おちょっとこれは松本選手厳しいんじゃないか。さあホールショットを取ったのは、篠原選手、21号車篠原選手でした。うわこれさっきのスタート見ました、篠原選手すごくいいスタートでしたね。いやー今回はウエイトが、はいですよね、そうですね、今回から、コンペンセーションウェイトというのがついてウェイトを積んでるんですよね。 So race has started and number 21 Shinohara Takuro is got a first position after the first corner battle and 25, car number 25 Matsumoto went down to second grid。いやーでもこれ下野選手も結構スタートが良かったんですよ、うん、で3番手キープしてますが、ただクープラーに変えたこれヒロボン選手後ろから結構ジョージョー来てますよ。これ下野選手ちょっと頑張りたいところですが、でもちゃんと抑えてたのでこのまま抑え切っていけるのではないかと。 あと前回のモテギでもやっぱり後半ペースが良かったので、はい、その辺も注目して見ていきたいですね。ちょっとスタートが心配なんですとおっしゃってた下野選手はキープ、3番手キープをキープして、今ヒロボン選手からの追撃に応戦しているといった形
ですが、おっと、もしかしてこの中段ちょっと入れ替わってますね。一周帰ってきました、篠原拓郎選手が2番グリッドから今トップを走行中、松本選手が1コーナーで篠原選手にオーバーテイクをされてしまったので2番手、そして下野選手は3番手そのままキープですが、ヒロボン選手、あ、ヒロボン選手はそうですね、塩谷選手が、はいはい、グリッドがちょっとリタイアになってしまっているので、そのままここのトップ4は変わらない形ですね。梅本選手が上がっているんじゃないですか、ね、本当だ、同じアルファタイケツで大倉選手オーバーテイクして梅本選手、実はですね、前回のモテキはスタートがよろしくなかったのでということで、はい、まあ、本人もスタートを決めていきたいっていう意気込みを見せてくれてたんですけど、梅本選手、はい、お、同じアルファなので、アルファロメオなのでちょっと大倉選手をライバル視しているさあ今画面に映っているのはやっぱ先ほどもあった下野選手とヒロボン選手の3番手争い、いやこれは抑えたい、でもレースまだ始まったばかり、あチカ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 してますねヒロボン選手もね、いろんなカテゴリー乗られてて、さっきまで N1 走ってたんです、うん、N1 走っていて5番手でしたから、ね、あちょっと抜かれそうですね、これは、あこの3番手争い、下野選手とヒロボン選手の争い、ちょっと下野選手厳しそうかな、今ちょっとフロントブレーキ、皆さんフロントか分かんなかったですけど、リアロックさせてたので、やっぱこういう心理戦ってあるんですか、後ろから来てるっていう、そうですね、まあ、ちょっと今プレッシャーもかけてますし、後ろからの、はい、でもマシン的に、まあ、シビックはちょっと重い、はい、他と比べてもう滑り出しから重いっていう話を、ね、シビックの選手からよく聞いていますが、今回下野選手、さっき途中まで、ね、話していたコンペンセーションウェイト、はい、ウェイトハンデのようなものですね、そうですね、10キロ積んでますね、ですがヒロボン選手は前回までフォルクスワーゲンで、うん、戦ってゴルフで戦っていたんですが、今回からクプラに変更している理由で、レギュレーション上で30キロウェイトを積んでます、はい、あしかしこの3番手争い、あ自分でヒロボン選手仕掛けてくるか、応戦したい下野選手、いやでもここは守りきりますね、結構ただこの5番手争いかな、5番手争いも結構激しいですね、69号車、ね、梅本選手と大倉選手だ、ここもオーバーテイクしたけど、このポジション梅本選手守りたいですね、すごいですね、ーホームコースでもあるので、あ、はい、梅本選手の、そうなんですね、そうですね、関西の方なんですよね、はい、選手はね、もう目をつぶってでも走れると本当ですおっしゃってましたので、梅本選手目を開けて走ってくださいね大倉選手は今年初参戦の本当にルーキーなんですけれど、はい、大倉選手はインタープロートなども乗っているので、はいはい、そうなんですね、やっぱり経験がいろいろある選手、さあホームストレート今映っているのはこの3番手争い、そして5番手争い、5番手争いですね、激しい、ただここ下野選手も守りきりますが、これはちょっとさっきより落ち着いたかなっていう感じがするんですけど、下野選手の走り、そうですね、さあレースは残りあと15分を切りました、less than 15 minutes until the race ends, and then we have extra 1 minute after one lap after the 20 minutes race. ということなので、この TCR ジャパンシリーズは20分間のレースの後に、はい、そのトップが走行している場所からもう一周、そうですね、っていうレースになりますね。おっと、この3番、あ、ヒロボン選手仕掛けてる、仕掛けてるけどでもいかさ、あっと、でもこれは、いやヒロボン選手仕掛けていきます、乱されないように下野選手もキープしたい、そうですね、あとはやっぱりタイヤ、おっとこれアウトからいかないですね、コントロールが、あでもこれは、まあ、大丈夫どっちも頑張ってほしいんですけど、なんかうーってなりますね、
前回の茂木大会で、はい、おっと話そうと思うとすごくいい場面でしたのでスタホームストレート戻ってきました。おちょっとこのちょっとやばいですね。いやホームストレート早いな。ヒロボン選手のクプラが早い。1コーナーは19号車ヒロボン選手がオーバーテイク。3番手に浮上しますがまだあとレース13分あるんで、そうですね、巻き返しは全然いけますね。でこの3番手争いにすごく気を取られていたらこのトップ2、ワン2 結構差空いてなかったかな。そうですね、あ2秒差、2秒本間さん2.3。わー結構篠原選手独走状態になったかな。予選でねすごく悔しかったっておっしゃっていた篠原選手、ほんま一の争いでしたからね。ただ松本選手もここで講師をされていたり、はい、あとはお5番手争い梅本選手大倉選手がもう返してくれと俺の位置を返してくれと後ろから迫る。だ同じマシンなんですよね。そうですね。しかも何気にすごくカラーリング似ててちょっとたまにわからないくらい、うんただやっぱこの梅本選手もお話を聞いていたら、はい、まあ、同じマシンのアルファ で、はい、で梅本選手のマシンは去年1年走っていた選手のマシンを使っているんですけれども、うん、大倉選手は、まあ、本当新車で今回今年から参戦しているので、はい、その差が結構出ますね。そうですね、まあ、ライフ的なあのオチはありますので、言ってはいたんですけど、でもやっぱり道具のせいにしてるからしょうがないんで、あとはもう僕が伸びるだけですと、うん、すごいかっこいいこと言ってくれてたんです。そうですね、今もかっこいい争いを、そうですよ、いいバトルを見せてくれてます梅本選手そのままキープしてほしいが、大倉選手も5番手返してほしい。そしてその後ろではまあ17号車の鈴木選手と、梅本選手のチームメイトの元ティーノ選手のバトルになります。元ティーノ選手もねここの岡山、はい、すごく得意だっておっしゃっていたので、あれ目をつぶってても走れるのは、ね、とは言ってませんでしたね。あ、そうですね走れるのは梅本選手です。本当に選手もね頑張ってほしいな。そうですね、あの、はい、梅本選手と本ティーノ選手はあのチームでいつもちょっとワンツーあたりでいるので、うん、はい、今回は脱出したいというふうに言っておりました。なるほど、いいバトル見せてねと言っていたら大倉選手どんどん仕掛けてきてます。上本選手守りきれるか。これは大倉結構攻めますねそうですね大倉選手、おこれアウトからいかんいけないですね。大倉選手ってすごく、わでもアウトからこれいくか、このまま並べないですね。レース残りあと10分になりそうです。10分で言うと、あどのぐらい、何周ぐらいだろうね。やば、私6周ぐらいですか。そうですね、ちょっと計算が悪いのでこの周行くんじゃないですかね。あ、行かないかな。ホームストレートに戻ってきました2台。さあちょっとストレートはやっぱり厳しいですね。この大倉選手なんですけど、はい、岡山走ることは久しぶりということで、まあ、シミュレーターで練習してたようなんですけども、はい、コーチはですねスーパーフォーミュラにも乗られている石浦選手に教えていただいているそうで、え、はい、それずるくないですかなので本人もきっと今ここで前に行きたいという気持ちが強いんではないでしょうか。これ石浦選手の名にかけてもここはちょっとポジションアップしないといけないですよ、はい、選手。 So we have 9 minutes until the race ends. さああと残り9分となりました。さあ各所でのバトル争いがすごく激しいですが、ここのおー白煙上げてる、おー行かせないですね梅本選手あーでもこれは結構ちょっと後半厳しくなってるのかなって選手。そうですね、やっぱりタイヤのタレがちょっと後半になると出てくると思うので、なるほど、ここでやっぱりフロントのタイヤの使い方が
結構今がっつりカットしていきました。めっちゃカットしました、ね、オーカー選手結構いきました、ね、そうオーカー選手お話ししてるとすごく穏やかな方なんですけどねでもですね、うん、オーカー選手に、好きなコーナーはって聞いてるとですね、はい、結構そのちょっと スリリングなコーナーが好きなようでですね、あら意外となので、はい、やっぱハンドル握ったら変わるかもしれないですね。それがかっこいいんですけどねドライバーさんってねさあ残りレースあと8分を切りました。 TCR ジャパンシリーズの1レースは20分プラス1ラップということで、あと7分ちょっとレースあとにプラス1周といったレースになりますが、今映ってるのはトップ1つですね、はい、いや差が変わらないんですよね。変わらないですね。2秒差かな。ベストタイムもすごい僅差ですからね。今のベストタイムはトップを走行中の21号車篠原拓郎選手が1分37.96。そして先ほどヒロボン選手、19号車ヒロボン選手がオーバーテイクしました。はい、3位争いどんどんちょっと下野選手が返してとばかりに迫ってきましたよヒロボン選手。出られない。あでもあ結構下野選手ブレーキング遅いですね。ちょっとまあやっぱり車的にもブレーキはシビアなところにあるのかもしれないですけれども。今回下野選手は10キロ積んでいて、はい、ヒロボン選手は実質30キロなんですけど、重さって何か変わりますか？なんか影響ありましたか？って伺ったら、やっぱクプラ自体が初めてなんで、うん、そのウェイトゼロの時わからないんで、あんまわからないですって、おっしゃってました。いやでもやっぱり10キロ変わると変わりますね、感覚は。全然違うんですか？そうですね、やっぱり止まる止まらないも出てきますし、まあ、今回で言うと60キロ、はい、あのワンツーは積まれてますけど、はい、60キロってね、大人の男の人多分1人ぐらい。いやそうですね、特にあの車種が違うので、はい、まあ、アウディみたいなホイールベースが長い安定した車の60キロとやっぱりあの松本選手が乗られている車ハッチバックのウエイトが積まれた状態とだとやっぱり顕著に出るのはやっぱりハッチバックの方が高さがあるので、あ、はい、フォルクスワーゲンの方がもしかしたらウェイト同じウェイトでも不利なんで、ね、ちょっと影響が出ちゃう、出ちゃうんじゃないかなと思いますね。さあまだまだ続いております。やってますね、やってますね、森本選手と奥田選手のバトルさあここ面白い5位争いです。5位争いですがブロンズクラスの表彰台に乗れるか乗れないかのところなので、なるほど、ここは取りたい。大川選手来てますね。ただ上本選手すごい巧みに抑えてますが、今これ行く気がします。さあこれもちょっと当たってますが、大川選手これは取り戻そうか、取り戻したいぞ。でも上本選手、あ、これは大川選手がいやー当たったけど、マイカー、マイカーって、わあ、いやでも走り切った、走ってます、大丈夫。いや今当たり角度がすごく良くてですね、あっとこれは、ちょっと今これは、大倉選手、73号車大倉選手が最終コーナーで、今ちょっとトラブルがあったのかもしれないですね、接触で。大丈夫ですかね、大倉選手。最初コーナーで、うん、なんか多分マシンの挙動的な感じですかね。今そうですね、ちょっとダブルヘアピン の接触でマシンにダメージがあったかもしれないですね。いいバトルを見せてくれていた、69号車梅本選手と大倉選手でしたが、73号車の大倉選手が最終コーナーでちょっと何かマシンにあったのか、そうですね、スタートしてしまいました。There was a battle between number 69 Umemoto and 73 Okura for the fifth position. But at the final corner, yeah, there's a, maybe an accident on the scene on 73 Okura. And he stopped the car at the final corner. Yeah, これ明日に響かない何かであってほしいんですが。
てもいいバトルを見せてくれてただけにちょっと惜しいですね。大倉選手は大丈夫ですかね。はい、大丈夫だといいんですが、さあレースは残りあと3分、早い、あっという間ですね。あっという間でしたちょっと1位と2位の差もちょっと詰まってますね。あ、大倉選手よかった、ドライバー OK の、はい、今ちょっと情報もやってきました。いや悔しいんじゃないですか、ね、悔しいですね。ちょっとやっと取り戻した5番手だったんですけどね。ただもうご本人だとマシンに明日に影響のないマシンのトラブルであることをちょっと願います。さあレース残りあと3分を切りました。トップは変わらず21号車の篠原選手、そして松本選手はポールポジションからスタートでしたが、スタートで篠原選手にオーバーテイクをされてしまい、今も2番手走行中です。この2台は本当に独走ですね。そうですね、誰も追いつけないといった感じなんですが、3番手に19号車のヒロボン選手、下野選手が3番手からスタートで、今ヒロボン選手と先ほどまで、ね、3番手争いを見せてくれてましたが、はい、今はどうでしょうね。ラストラップがほぼ同タイムですね。さあヒロボン選手は今回からマシンを変えてクプラ、そして下野選手はシビックで10キロを積んで参戦サタデーシリーズを戦っています。 So we have less than 2 minutes until the race ends and we have extra 1 lap after the 2 minutes。 さあいろいろなバトルが各所で見られているこのサタデーシリーズですが、残りあとレースは1分半になりそうです。おっと、この3番手争いもまだまだ最後まで続きそうですね。そうですね、ヒロボン選手もマシンが変わっても、はい、スタート本当にかっこいいんですよ。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいもん。すごいスタート見入っちゃいますもん。やっぱ他の選手に聞いても、いやヒロボン選手はね本当にスタートがうまいんでって、もう本当にスタートだけでなくレースペースもすごく良くて、もう今回クプラに乗られているのでどうかなと思ったんですけれど、マシンが変わっても全然安定してますね。そうですね、ただまあ女性としてはちょっと女性びいきになって下野選手にも頑張ってほしいところなんですがさあレース残りあと1分をとうとう切りました。早いですね、20分。ねえ、あっという間ですね。ただどうですか、この20分間に集中した、はい、このなんていうんですか、気持ちの持っていき方って、はい、やっぱり何かあるんですか、ドライバー的に。なんか短いのか長いのか、私的にはすごく長いんですよ、20分走り続ける。単純な答えで言うと、はい、トップにいたら早く終われ、あ、後ろにいたらもっとっていう。69号車に黒白バタですね、そうですね、先ほどの接触が大倉さんとの、そっか、はい、ちょっと危険だった。そうですね、もう曲がってるてた最中の、うん、ま、梅本さんのフロントと大倉さんのリアの接触だったので、ちょっと厳しかったかなっていう雰囲気はあります。ちょっと攻めすぎたよという、でもバトルですからどっちも引きたくはないですね。そうですね、とはいえ、まあ、黒白バタの裁定が、はい、出されましたが、さあと言ってる間にレースカウントダウンゼロになりましたということで、今トップを走っているところから一周なんですが、ここはこれ先ほどのアクシデントの接触のとリプレイですね。そうですね、これはちょっとこれで立ち直ったのは良かったんですけど、そうですね、73号車の大倉選手と69号車の梅本選手接触があって、まあ、走り切るかなと思ったんですが、最終コーナーでちょっと何かあったのか、残念ながら大倉選手が、走り切ることができずマシンを止めてしまいました。さあここからこれプラス1周かな。そうですね、はい、今、篠原選手もうそろそろ最終コーナーで帰ってきますが、ここから1周が、ファイナルラップになります。
さあ戻ってきました、トップを走る21号車篠原拓郎選手、続く松本選手、ここからがファイナルラップです。 So this is gonna be the final lap for the TCL Japan Round 3 Saturday Series ということで、変わらず篠原選手、はい、1コーナーでオーバーテイクしてから1位をキープして戻ってきそうですが、でもまだ分かんないですか。そうですね、レースは終わるまで、はい、さあ気になる3番手争いどうなってますかね。あと1周ちょっと間隔が広がっちゃってますね。のヒロゴン選手はこのままじゃあブロンズクラスの表彰台トップに立てるか。さあ順位は変わらず篠原選手が、トップをキープ、松本選手が2番手、そしてブロンズクラスのトップはヒロボン選手、続く下野選手が2番手、そしてブロンズクラスの表彰台3位は今現在梅本選手と、さあ鈴木選手とモトティーノ選手も結構いいバトルをそうですね、してくれてたんですが、ここはどうでしょうか。いやでも篠原選手もう独走じゃないですか。そうですね、すごく松本選手にコンマ何秒で負けてすごく悔しいですっていうことはもう予選前には聞けたんですが、松本選手もここは負けられないんですよって、ね、おっしゃってた岡山国際サーキットですが、やっぱ強いですねこの2人。60キロ本当に積んでるんですかね。本当ですね、60キロって相当違うと思うんだけどな。さあというわけで、TCL ジャパンシリーズ第3戦岡山国際サーキットのサタデーシリーズ、なんと2番手からスタート、そしてトップで帰ってきたのは21号車篠原拓郎選手でした。おめでとうございます。そして続く25号車松本選手が2番手でフィニッシュ、そしてヒロボン選手19号車ヒロボン選手が、5番手からスタート、そしてオーバーテイクをしてブロンズクラスのトップ、そして3位表彰台、オーバーオールで3位表彰台を獲得しました。下野選手も取り返せるかと思ったけどちょっと厳しかったか。ねえ、悔しいでしょうね。いや悔しいだろうな。さあそんな下野選手が、4番手フィニッシュ、ブロンズクラスで、2位表彰台獲得しました。そして梅本選手、69号車の梅本選手がブロンズクラス3位表彰台を獲得です。おめでとうございます。そして鈴木選手、17号車鈴木選手が続いてフィニッシュ、モトティーノ選手が8番手でフィニッシュですね、あ失礼しました、7番手でフィニッシュになります。さあ今回もともと9台のエントリーで始まりましたが、ね、はい、塩谷烈秀選手が残念ながらリタイアとなりました。大倉選手よかった、でも何もなくて明日ちゃんと走れそうですね。そうですね、あとはマシンの修復チームの力にかかっているというところですが、小山さんどうですか、初めてこのちゃんとというかこう、はい、各所のバトルをちゃんと見ながらのこの TCR のレースです。はい、そうですね、今回も暑かったですね。なんかこう日本のレースってすごいクリーンなレースが多いじゃないですか、はい、ただ TCR シリーズもいろんな、ね、世界各国で開催されてますけれども、はい、結構こうガチンコのレースのイメージがあって、うん、今回それが見ら、まあね、いろいろありましたけど見られたかな。そうですね、前回の茂木の、サイドバイサイドになることも多かったんですけど、はい、どちらもリタイアすることなく、うん、海外からもとても評判が良かったらしくてですね、今回もね、ちょっとリタイアは痛いですけど、そうですね、そこまでいいバトルでしたね。さあ塩谷烈秀選手のね、このリタイアの原因もちょっと気になるところなので、はい、明日またね、決勝前にちょっといろいろ取材をして伺いたいなと思うんですが、はい、いや、今回も各選手熱いバトルを見せていただきました。ただやっぱこのトップ2は強かった、ね、60キロ。ただこのウェイトハンデというかコンペンセーションウェイト、はい、っていうのは世界のこの TCR シリーズ、 TCR レースのこう大元となっているところで、はい、まあ、各国で行われている TCR のレースのデータを集めて、ね、うん、まあ、その都度決めているので、また変わるかもしれない。そうですね、うん、今、はいはい、より、同じ、なんだろう、イコールになるように調整されてますので、
だんだんと面白いレースに。そうですね、もう選手にとってはもうヒヤヒヤするレースだと思うんですが、うん、この今回の予選を見ていてもこのトップ2が本当にコンマ何秒差っていうところを見ていると、はい、やっぱそういうコンペンセンションイベントっていうのが重要なのかもしれないですね、はい、そうですね。はい、というわけで、改めまして TCR ジャパンシリーズ第3戦のサタデーシリーズ結果を振り返ってみたいと思います。トップは21号車篠原拓郎選手、2番手からスタート見事に、トップでフィニッシュしました。そして2番手は25号車松本武史選手、そして3位表彰台に19号車のヒロボン選手、ヒロボン選手はブロンズクラスの、トップ表彰台トップとなります。そして4番手ブロンズクラスの2位表彰台獲得は下野理央選手、そしてブロンズクラスの表彰台3位を獲得したのは梅本選手でした。さあというわけでトップ2がまたさらに強さを見せた、レースでしたが、ブロンズクラスは19号車のヒロボン選手が表彰台トップ、下野選手がブロンズクラスのトップからスタートだったんですがヒロボン選手の追撃に遭いまして2番手2位表彰台でフィニッシュ、そして梅本選手が3番手フィニッシュ、ルーキーの鈴木選手が4番手、梅本選手のチームメートであります元ティーノ選手が5番手、そして大倉選手が6番手でフィニッシュというレースになりました。はい、サタデーシリーズはこういう結果になりましたが、はい、明日またサンデーシリーズという新しい、レースになりますので気持ちを、ね、はい、新たに全選手戦っていただけると、ね、いいですね。 So TCL Japan Series Round 3 Number 25 Takuro Shinohara finished as a first position and second position is number 25 Takeshi Matsumoto and third position on the podium is number 19 Hirobon.And Hirobon is the top of the podium for the bronze class. And second on the bronze class podium is number 30 for Ryo Shimono. And third podium on bronze class is 69, Umemoto Junichi. I mean, Junichi Umemoto. Yep. Vice versa, I'm sorry. さあ、というわけで、これにてTCR ジャパンシリーズのサタデーシリーズ終了となります、なりましたが明日もまたサンデーシリーズといった新しいシリーズになります。明日はどういうレースを期待しますか。そうですね、まず塩谷選手の復帰を願ってですね、はい、あと大倉選手、はい、まあ、明日はより熱いバトルをそうですね、無事に明日は、今大会エントリーをしている9台が最初から最後まで走れるレースだと、はい、いいですね。そうですね、はい、というわけで明日も熱いレースを期待しましょう、はい、というわけで今回の、放送席のゲスト小山美希さんでした。小山さんありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。お願いします。